西郷ひとしは、鹿児島県鹿児島市出身の元アマチュア野球選手。西郷ひとし、西郷菊次郎の七男七女のうち、六男として出生する。西郷隆盛の孫にあたる。鹿児島県立第二鹿児島中学校を経て、立教大学へ進学、東京六大学野球で活躍し、神宮球場を沸かせた。日中に進学すると野球部へ入った。 淳が一年時の1930年、日中野球部は、当時の全国中等学校優勝野球大会に出場し、全盛期を迎えていた。当時は、九州から南北それぞれ一校のみ出場でき、全国大会出場は難関だった。1932年には、淳の二年先輩かつ、立教大学公式野球部でも、先輩で、太陽ホエールズ投手。 コーチとなる有村家成がエースとして活躍したが、当時順は遊撃手であった。同年より開催された全球集中等学校野球大会で、鹿児島商業とともに県代表となり、決勝まで進んだが、四科省に延長の末敗れた。記録は以下のようである。最終学年の5年になった1934年には、投手となった。記録は以下の通り。 立教時代の西郷純1935年、2年先輩の有村に続いて立大へ進学。余下1年時には、東京六大学野球の対東大戦に投手として、デビュー、180センチの長身から速球を投じ、一方では、本塁打を放ち1対0で勝利した。解説者の日田水州は、ボールと思えばストライク、投げてよし、打ってよしの大投手。 西郷と激勝した。得意な球は、アウトコース低めをつく速球であった。当時神宮球場において、西郷高森の孫ということは観客に知られており、打たれるたびに、犬はどうしたなどのヤジを浴びせられたが、本塁打を放つと、ヤジは完成に変わった。立教時代は、通算3割打者であった。投げても、エースとして、チームを支えたが、 1938年秋の対、砲台2回戦では1試合13試試級のリーグ記録を残している。卒業後は帝国生命に就職したが、1942年に召集され1945年戦死。戦死公表では1945年5月28日、フィリピンのルソン島ヌエバビスカヤ州ヤンピランで戦死となっているが、クンコザンに潰れ。 鹿児島県立第二鹿児島中学校同窓会戦没者追登録では1945年2月26日午前5時頃としており、相違する。小島城は著書マニラ海軍陸戦隊にて見習い士官であった人氏について次のごとく記している。東京ドーム内の野球体育博物館にある戦没野球人モニュメントに名前がある。いとこ。 虎太郎高行、馬次郎隆一高照、鳥さん隆二吉之助義太郎、西郷高盛誠二高永、義子高志国、高明隆明菊次郎龍吉隆吉高政高弘、高次典高典高秀愛子隆康氏高文、高清夫、一志ありがとうございます。